皆さんおはようございます。松本恵奈です。今日はですね、実は朝早いんだけど、我が家テラスを改装しようと思って朝から工事が入っております。今テラス何もやってないからそんなに綺麗な状態じゃないんだけど、ここから子供たちもみんなで遊べる素敵なテラスにしようかなと思ってるので、工事の工程だったり完成したテラスのこだわりだったりもちょっとお見せできたらいいなと思ってるので、早速今から見に行きたいと思います。どんな感じになるのかね、すごい楽しみですよね。ということで見に行きたいと思います。よろしくお願いします。あ、楽しみだな、どんな感じになるのか。ということで、こんな感じで1週間ぐらい工事を進めてテラスを作っていくので、ぜひ楽しみにしていてください。これでほら釘が出ないでしょ。本当だ、釘が穴が ここまで掘ってる、このこれで、うん、なるほどなるほど、ここでも掘ってるしここでも掘ってると二重構造で、なるほど、隙間が均等になるって。だから寄せながら一個やる。こことかもう隙間ないじゃん。あ、ないですね。だからこれをまた広げて、ここで、ここと同じような幅にすると、うん、なるほど、これを一個ずつやっていくんですね。そうです。あと何枚ぐらいあるんですかこれ。結構1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,30,30 あと30ですね。うん、暑い夏お疲れ様です。さっきの釘のちょっとしたバリとかもなくなるから、それで仕上げると、それをこんなになくなっちゃうのよ、ツルツルに。おー、それを変えてどん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 やっていくんですね。うん、ちょっと木の成長、まあ多少太ると思うから、これよりかもうちょいこんぐらい4センチにしようと思ったら4センチでしょ。ここも4センチだいたい、こうやってここまで切ってこういう感じでいけば、じゃあ元気で。お疲れ様です。ありがとうございました。ということで、我が家のテラスがついに完成したので、ちょっと皆さんに紹介していきたいと思います。はい、いらっしゃいませ。こんな感じですね。はい、こんな感じで完成したんですが、本当にもう全然使ってなかったからすごい良かったなって思っています。
結構さ日当たりがすごい良くて、今はちょっともうねそんな日当たりないんだけど、プールとかもやりたいから上に屋根をつける予定になります。で、あのこのねテラスを作る上でやっぱりすごいこだわったのがこの木の質感と、あとやっぱ本物のこの木でテラスを作りたかったので、色だったり木目だったりっていうところはすごいこだわって作りました。なので結構たくさんあるあの木材とかを見てこれがいいって選んで作ってもらったんだけど、もう一つちょっとねテラスを高くしてもらったんですよね。高くちょっと作ってもらって、お部屋からちょっとフラットな状態で遊びやすいようにしてもらいました。あとねここの角も本当は90度に切る予定だったんだけど、ちょっと上を出すことでなんかテラスが広く見えるよって言われたので、急遽ね上の板もちょっと出してもらってテラスが広く見えるように作ってもらっています。でね、テラスを作ってからもうお隣さんとかね前の人とかすごいいっぱい遊びに来てくれるようになったので、もう毎日パーティーみたいな感じなんだけど、テラスができてからみんなでバーベキューしたり、すごいねみんなの集いの場みたいな感じになって、本当作ってよかったなって思っております。はい、で次テラスの上なんだけど、まずこれが私が楽天かアマゾンか何か忘れたんだけど買ったゴミ箱ですね。外用のゴミの日になったらここから持ってってくれるみたいな感じのゴミ箱になっております。で、まあ、観葉植物ちょんちょんって、まだちょっとたくさん置きたいなって思ってるんだけど、できたばっかりで準備できてないのでまだ途中です。でこの机と椅子はお誕生日の時に私がクラネのみんなからもらったテラス用のものになっていて、前の家から使っているんだけど、あのこっちのお家にも持ってきました。ちょっとね下の足の部分があの石になってて、すごい汚れのお手入れもすごい簡単だし、重くてあんまり飛ばされていかないので、まあ、そういうところもすごいお気に入りです。あとさこう子供たちが暴れても倒れていかないところもすごいお気に入りです。あとはこっちかな。でここにあの水道もあるので、まあ、ちょっと晴れの日が続いた日とかは、まあ、ビューって水やりもしやすいし、多分ここでプールもすると思うので、あの水道もあります。であとはそうここにねちょっと大きい木が立ってるので、ここは丸いちょっといびつな感じで切り抜いてもらいました。ここをニョニョって切り抜いてもらったのと、あとここのエッジの部分なんですけれど、ここはこのさ玄関のドアを開けた時にちょうどここで終わるようになっています。はい、設計が気持ちいい感じになっておりますね。で私がこのテラスを作る上で一番こだわったところがこちらになります。はい、こんな感じで、私のテラスがリビングとちょっと隣接してるのでフラットのテラスにしてほしかったんですよね。リビングと一緒にイメージとしてはちょっとリビングが広くなった感じ、すごい気軽にテラスに出ることができるし、綺麗だから裸足のままでもあの足に刺さないようにもしてもらってるので、あとさあのうちクマがいるじゃん、クマね、うちの可愛いクマがあの散歩行けない人とかも屋根ができたらちょっとこの辺でお散歩とかもできるかなと思ってテラスを作ったんだけど、外に出る機会も増えたしすごく良かったなと思っております。はい、ということで我が家のテラスいかがだったでしょうか。まだ完成して1週間ぐらいしか経ってないんだけど、本当にちょっとリビングも広くなった感じがするし、テレビを見ず子供たちとテラスでダラダラしたりする時間も増えて、すごいね良かったなって思ってます。テラス作るまではもう雑草とかすごい生えてても全然使ってないただの広場みたいな感じになってたので、作ってよかったなって思ってます。で今年はもうプールの季節終わっちゃったんだけど、来年ここでたくさんプールしたりバーベキューしたり楽しみたいと思うので、ちょいちょい登場するのでぜひ楽しみにしていてください。ということで今日はこの辺でバイバーイ。